天神ニヒラリー空港は、ネパール東端の第一州のソルクン部軍の軍部、地方のルクラにある空港である。旧称、ルクラ空港を、2008年1月に、現空港名へと改名された。この名称は、1953年5月29日に、エベレストの初登頂に成功し、この空港建設に尽力した天神ノルゲーと、エドモンドヒラリーに由来する。 ヒマラヤ山脈の谷間に位置し、標高が高いために、大気密度が低く、非常に変わりやすい天候の上、滑走路全長は527メートルしかなく、その短く傾斜した滑走路は、世界で最も高度な操縦技術が要求される空港の一つである。ヒストリーチャンネルで放送された、最も過激な空港ランキングで1位にランクされた。ルクラは、 エベレストのネパール側登山口として利用されるために、空港の需要は高く、天候不順などの欠航を除き市中カトマンズにある、トリブバン国際空港との間に、定期便が毎日運航している。飛行時間は30分から40分と短いが、カトマンズで天候が良好であっても、ルクラでは、降雨が発生することが多く、強風や、雲量の変化による指定の変化などは、 多くの場合で飛行の遅延や空港の閉鎖などにつながっている。この空港での離着陸は非常に高度な操縦技術が求められるため、ネパール民間航空局により厳しい一定基準が設けられている。その基準の一例としては、ネパール国内で1年以上のパイロット経験、なおかつ100回以上の短距離離着陸の訓練を行ったベテランパイロットである必要がある。 そこからさらに、ネパールの認定インストラクターパイロットと共に、ルクラでの飛行訓練を10回合格したパイロットに、対し、ルクラでの飛行、離着陸が許可される。滑走路滑走路は1本のみで、全長527メートル、幅20メートルで北側に向け11.7%の上り勾配がついており、標高2800メートルに位置する。 滑走路はアスファルトで舗装されており、ヘリコプターや、軽飛行機、または、デハビランドカナダ DHC-6、ドルニエ228などの短距離離着陸機でしか、アクセスすることができない。その立地から滑走路06は、着陸、24は離陸のみに使用されており、ショートファイナルからの着陸また行の成功はまず、望めない。また、 その地形から滑走路南端は急勾配で610メートル下には、渓谷が広がり土戸越川が東西に流れている。エプロンには4機の中機場と一つのヘリパッドがありン正島から140メートルの場所に位置している。ありがとうございます。